はい、順次です。では I wanna be the love trap パート2ですね。続きやっていきましょう。では行きましょう。レッツゴー。さてバッドアップル、まあ行けばわかるか。どうなの、ああなるほどね、影になってるってことか。それが何だって言うんですかね。まあ別に色がついててもついてなくても、あセーブはそこか。あっていうかセーブがそうか、これをミスらずに行かなきゃいけないってことね。あれ乗れないな。待った、隠しをちょっと調べてるか。大丈夫かな。よしいいね。では行こう。一回よしやり過ごして、いけ、よし、オッケー、いったー、いいね。最初はまだ簡単なのかな。よし、では行こう。はい、次。あ、スター。スーパーマリオか。これは右下。右下？え？ああ、そうかそうか。最初の、あ、なるほどね。あははは。影は影でも、ブロックの影ってことですね。あー入れそう、合ってるよね。乗れる？あー乗れないよね。よし、オッケーで次は、あそこね、オッケーオッケーオッケーで橋か、ここここ。ちょっと待った、なんかやってきそうだな。多分真下だと思うんですよね、あの手裏剣の。そうだよね、そこしかないよね。いけるかなそこは。 OK で次は中に入って下だね。いやーむずいぞあれは。どこまでワンチャンプでいく。あいけた、 OK で乗れるでしょ。 OKOKOK、 あれセーブかな。よっ、多分セーブだと思うんですよ。あ、セーブじゃない、しまった、セーブじゃない、ただのブロックだ。ここが、あここが難しいな。オッケーオッケー、あ危なかったな今で。次は、あやばい、これは低い。いいねいいね、オッケー。そして乗る。であれはセーブブロックじゃないから注意ね。オッケー、よし、セーブがあるけど、なんかありそう、なんかしてきそう。届け、ダメか、もうちょい、おし、いった、オッケー、安心安心、こっからは安心だ。何か、あおっと、これは隠しか。まずセーブ取るか。真ん中違う、この辺違う、この辺、この辺じゃあ何もないのかな。先行きますか。これどっち行けばいいんだ。あーこっちは違う、あ待ってよ、ジャンプしてく、あー違うか。次はああ違う、上に乗れないよねあれ。そうだよね、正方形じゃないから乗れないですよねきっと。ってことは、ああこの次だよな、一発じゃいけないよね多分。いけるか、いけないか。よし、いった、オッケー、あれオッケー、セーブがそこかい。すな、まあいいや、そんなに遠くない。 OK、 そして飛び越してかな。そうですね、ってことはタイミングを見て今かな。あーダメか、今ぐらいかな。よしいいね、あ乗れないか。そっかそっか、そうだよね、正方形、そう正方形だけです。あ、そこはね、さあ、うわう、
たっとといっちゃう。あー欲しい。 OK 来れたぜ。届くね届くね。あれ木邪魔、あくそー。なるほど、あの木はセーブブロックってことか。ちょっと待って、これどうやっていけばいいんだ。上はそうか、リスクあるね、怖いね。やばい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 。え、そうか、じゃあもう手前に来てる時に乗っちゃわないと間に合わないか。休めないもんね。オッケーオッケーオッケー。あとは降ってくんなよリンゴ。うんうん、これは運です。頼む、さっさと降りちゃう。よし、オッケー、セーブ、いけたぜ。次、え、これ何、ボス、なんかこ、あ、ボスだ。来る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 。あ、またまた下喜びのダンスやってくれるぜ。あ、ダメだ、飛ばせない。毎回これを見なければいけないのか。避け方が分かればね。だから早めに、うわ6つ。あ、ちょっと待って、これさ、そうかそうか、そうだそうだね、足を入れ替えた時に何も通り過ぎようとしなくてもいいのか。ジャンプすればいいのか。ちょっとやってみるか。あれ、よしよし、超えた超えた。オッケーオッケーオッケー。奥、そうね、向かって左足を、ちょっと待てよ。うわお、チームは細いくせに体力だけはあんな。オッケー、これでいける。うん、キッド君から見て奥の足をつけた時にジャンプして、あー、ちょっと左に寄ればいいのかな。タイミングを見て移っちゃった方がいいな、これ。うわ、むずい。あ、打てば打つほどリンゴが降ってくるのか。そうかそうか、そういうことか。あと1回ぐらい入れ替える。そうだね、あっち側に行ければ。おい、ちょっとそんなミスしないでくれ、頼むぜ俺。ぜ、今度こそ倒す。よし、こんだけ与えればいいだろう。一回ちょっと様子見。次、オッケー。ちょっとね、オッケー、これぐらい。よし、あんまり与えすぎるとリンゴがね。オッケー、やべ、どっちもいっけ。あ、やべやべ、変な方向行ってた。やばいやばいやばい。まあいいか、早めに早めに乗り越えるよ。よし、これ押せるだろう、多分押せる。よしよし、倒した、イエス、やったぜ。なかなか手間取らせやがって。ゲット、よし、ではゴー、セーブ。いや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 、なかなかでしたね。まあ、だいたい、あ、そうだ、言い忘れましたけど、最初のボスはどれぐらいだっけな。だるまさんが転んだボスは20分ぐらいですかね。で、このボスは10分もやってないか。まあそれぐらいですね、かかりました。で、ちょっとまだ時間がありそうなので、少し、ステージの途中、まあ、エリアの途中で一旦中断になるかと思うんですけども、もう少し進んでみたいと思います。では行きましょう。よいよいよい、 OK。 あれ、これなんか素直すぎ。あ、
こっち来たか。オッケー。戻ってこないよね。大丈夫だ。よし、では次のエリアにゴーゴー。うわ、またシビアなね、これ。これはシビアだぜ。うわ、あ、やべ、うわ、しまった。あれ、でもこれいけるんじゃない、このまま。ダメかな。え、あれ、ちょっと待って。あ、なんかシークレットアイテム系かな。やり直そう。多分そうですね、そんな感じはする。 OK。 あ、でもそうか、乗らなきゃダメなんだ。あ、そうかそうか。もう一回いけ。よし、いった。 OK。 どうなる。あ、いけるね。なんかありそう。これ押せばいいのか。よっ。え、あの目の前の3つのスイッチがあの当選簿の針を動かすのかと思ってたんですけど、そうじゃなさそうですね。え、ってことはこれ絶対やんなきゃいけないってこと。そういうことっぽいな。まあいいや、行ってみよう。いや、罠ありそう。大丈夫かな。大丈夫、これ当たる。え、あそこに何かアイテムありますね。まあちょっとわからないですが、行ってみますか、このままね。ちょっと待って、それはわからんぞ。挟み撃ちか。気になるのはこのまま、あのスイッチを押さなかったら、ここでこのスイッチ3つを押すとどうなるか。飛ぶ。あー、あ、あ、あ、なるほど。で、ぐるっと回っても最後のスイッチ何なんだろう。まあ、いろいろ見てみるか。これいけるかな。あ、いけないね。じゃあ右が正規で下は隠しか。そういうことっぽいですね。でもう一個は多分こう打てでしょ。あれ、違う。あ、こうか。なるほど、これで右に行くのが正規ルートと、でさっきのは隠しアイテムルートってことですね。じゃあ隠しアイテムルート行ってみますか。 OK。 そしたらさて、あのスイッチを押すと、だから近づいて押せばいいのか。こうね。え？え？どうするこれ。一気に一気に押してすぐに下っていけるか。よし、やってみよう。え、これ無理でしょ。絶対間に合わないぜこれ。少しじゃないですね。これはまたいろいろ試したりと時間がかかりそうなので、このアイテム取得、それから、その先のエリアへの攻略は次回の動画にしたいと思います。これ結構難しそうですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。